日打つ大辞典台湾語かなとは、日本統治時代の台湾で試みられた、台湾語の発音を表記するためのかなを使った振り仮名。台湾語の発音には有機音やビボインなど、日本語の表記では区別しない発音があり、これらをかなを使って表せるように考案されたものである。成長は、かなの隣に特殊な記号をつけて示せるようになっている。総督府は台湾各所の発音を調べ、 結果として、西洋宣教師の影響を受け、いわゆるアモイオンを基準にした。日体小辞典、日体新辞典、日体大辞典、日体小辞典、大日新辞書、大日大辞典、大日小辞典、新帝日体大辞典などの辞書や数多くの台湾語、学習教材などの出版実績があり、官民問わず広く使用されていた。2021年9月15日に、 公開のユニコード14.0に成長符号が追加された。しかし、それまで成長符号はユニコードに収録されていなかったため、電算処理は困難である。カタカナと同じ文字はそれで代用できる場合もあるが、成長表記ができないのが普通である。混着文字鏡には成長記号も収録されており、うまく組み合わせば表記可能である。 台湾語からの表記法は時代とともに改良と考えられる若干の変化が加えられており、また書籍によっては細部に差異がある場合がある。ここでは主に台湾総督府の後期の大型観光物で見られる表記法に従う、以下に図例を示す。より詳細な符号の形状については台湾総督府編の日本国民特本や 第日大辞典等の書籍を参照のこと。台湾総督府、台湾教科要書国民特本1第7課より、ありがとうございます。